昨日は一日ゆきののことしか考えてなかった。なんだよそれ、かわいいじゃないか。唇に色がないよ。ちょっとやめてほしい、ちょっとやめてほしいかも。大阪は雨降ってるの？え、分かれへん。なんか降ってるみたいなことは聞いた。触覚4本。あ、そういうことね。そうなんです、26日生誕祭になりました。みんな来てね、待ってるよ。生誕ティーはフールシマエナガ。そうそうなんです、皆さん気づきました？でもね、ギリギリまで鳥たちの色をなんか緑とかカラフル色つけようか迷ったんやけど、なんか全体の色が紫やから、うわ、なんかすごいいっぱい降ってきた、カプセルみたいな。全体の色が紫やからガチャガチャしちゃうかなと思って白にしたんやけど、なんかめっちゃ死んでるみたいなの、ちょっとなんか色つければよかったなってめっちゃ思ったけど、まあ可愛いからいいよね。ありがとうね、みんな。あのイラストのタッチ可愛い。気に入ってくれたら嬉しいです。あの画像データ欲しい。非公式作りたい、やばい。いい感じ、ほんまに着やすくて助かる。え、そう、昨日着やすい T シャツにしたくて、今回はだからあのワンポイント制っていうか、どっちや、左胸にだけしかイラスト載せへんかってんけど、そうそうなんです。ありがとうね、日曜日引き換えてくるわ。お、ありがとうございます。サブウェイ、寒すぎる。誰が一番最初にお祝いしてくれたの？え、誰やろ？誰やろうね、思い出されへん。普通のメンバーとかじゃなかったら、なんか私のママが一番早かった。メンバーやったら多分黒作かな。黒作な気する。違うかったらごめん、申し訳ない。新公演で難しいの全部難しいよ。でもね、頭の曲が4曲になったのがほんまにでかくて、南海公演とかの時の公演はなんかコロナとかがいろいろあったから頭3曲
やったらしいんですけど、でもなんかコロナがちょっと収まって頭が4曲になって、ほんまに3曲と4曲全然違うくて、もう1曲増えるだけでも体力めちゃめちゃ奪われるから、もうなんか日に日に雪乃の体力のなさが身に染みてわかりますね。え、何これ、住みく暮らしなん？カプセルに入ってんの。え、かわいい。住みく暮らし大好きなんですよ、雪乃。ちっちゃい頃から大好き。DS のカードとかめっちゃ持ってました。毎日10キロ走る。マジ？10キロか。3キロからにしひん。雪乃で無理やったらみんなヒーヒーやだもん。雪乃って体力ない、マジでない、ほんまにない。若いのにとか、若いくせにとか思うやろ、全然思うやろ、マジで体力ないねん、びっくりするぐらい。だからみんななんか4曲終わりとか、なんとか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 ありがとうございましたみたいな、曲紹介とかをするじゃないですか。それメンバーとか MC の仕切りだったりとかやる人いろいろいるんですけど、みんなすごいなって思う、ほんまにスラスラ喋れるから、なんかなんていうの、息切れせずに涼しい顔でみんな言い切るじゃないですか。だからもう私は無理なの。それができないの、本当に。なのか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 、ありがとうございましたみたいな、もう私が喋ったら全部そんなんです。だからあんまりなんかその体力つけるように、なんかなんていうの、ブレスいろいろしたりはしてるんやけど、なかなかねうまくはいかないですよ私は。まあ、なぜ私は三日坊主というね、三日坊主なので、まあ、三日も続かない時もありますよ。初めて1日で終わることも全然あります。お酒、あ、お酢、お酢か、お酒とか言って、お酢飲むと息上がりにくくなるよ。そうなんや、うん、お酢か、お酢か、え、直で飲む、その、え、まんま、まんまですか。みちゃぴーの体力にしおりちゃんがビビってたの。あ、そうなんや。お酒は早い。あ、リンゴっすね。え、リンゴ好きのずっと飲んでるで。やけど体力ない、息上がれる、めっちゃびっくりするほど。スーパーとかでこんぐらいのちっちゃい紙パックに入ってる、何、リンゴ酢売ってるんですよ、クローズみたいな。そのクローズとリンゴ酢2つ飲み続けてるんですけど、味が好きでね、普通に全然息上がる。家着いた、お疲れ様です。エナのアンコールは地獄やね。ねえ、いや、そうなんよね。でもなんか初日の時は雪乃は全然しんどくなかった。
初日っていうのもあったかもしれへんけど、きゅうりとタコの酢の物美味しいよね。うん、美味しい、好き、大好き。かなり酢を主張しているもの飲んでるで。甘いやつとかじゃなくて、あのガチの酢、なんていうの、めちゃめちゃ酸っぱいリンゴ酢飲んでるよ。もずく酢にしたら、もずくも食べてます。何日くらいで公演覚えたん、何のこの N シップ。初日のゆきのちゃんキラキラしてて好きだきだったの。ありがとう。ありがとう。顔こわばってなかった、もうね、大変でした初日は。何がか覚えてないけど、来る人がお誕生日おめでとうって言ってくれてる、ありがとう。Nシップはなんか何日やろうな、そのなんかなんていうんやろ、初めてやる公演とかなんかライブとかって何日も何日もかけてリハを重ねていってやるから、めっちゃなんか何日か覚えてへんぐらい。でも一番 N がリハ期間は短くて、そう、一番短かったけど、なんかマタギの時とかとは違う覚え方でやってます。マタギの時とかってなんか言われて3日で覚えましたとかやん、そういうのではないよ。ほの PNM 出るのすごいよね、だってもうリハーサル全部おったもん。あのリハーサル N はもう毎日いたね。うん、きなちゃん女の子の歌とも仲良くしてくれますか。かわいい、するよ、なんでしないの、逆に男女問わず仲良くしましょう。ほのぴーね、すごいよね、マジで。あの後輩やけど尊敬する。そう、なんか M 出るってなった時になんかそのマネージャーさんからマタギとかあるときは連絡来るんですけど、この日の M 出てほしいですみたいな感じで連絡が来るんですけど、来たときにゆきのに相談してくれました。なんかゆきのさん基準で考えてるんで、この日 N 出て、でもこの日休憩公演出るんですけど、この日まあ間空くけどね、N ちょっと間空いて休憩で、そのちょっと間先空いた先に M っていう感じになるんですけど、雪乃さんだって出ますかって言われたんです。うわどうやろう、雪乃やったら出るかなって言って、でほんなら分かりました、ありがとうございますって言って、なんか出ることになってましたね。すごいよね、本当に可愛いよ。ほんなら15分経ったし読もうかな。おはようございます。うわおはよう。おはようございます。おはよう。
とうございます。ちひさんが来られました。それではランキング読みます。13位ジョエルさん、ありがとうございます。12位ナグノンさん、ありがとうございます。11位ボタンさん、ありがとうございます。10位犬のキムチさん、ありがとうございます。9位韓国の方、ありがとうございます。8位野原しんのすけのすけさん、ありがとうございます。7位ゆうすけさん、ありがとうございます。6位タレゾウさん、ありがとうございます。5位ウーアンさん、ありがとうございます。4位なおやさん、ありがとうございます。3位ダンさん、ありがとうございます。2位ライトマンさん、ありがとうございます。そして1位こばりさん、ありがとうございます。皆さんありがとうございました。お祝いコメントもたくさんありがとうございました。それでは、はい、何ですか。すごい。声でゆきのたんって言われました。それでは公演頑張ってきます。ほなまたねー。